ただいまから臨時の知事会見を開始いたします。本日の発表事項は、新型コロナウイルス感染症感染拡大防止に関するメッセージです。それでは長崎知事より発表いたします。はい、お待たせをいたしまして申し訳ありませんでした。また、本日は急遽のご参照を賜りましたことに、感謝を申し上げます。現在までの県内におきます新型コロナウイルスの感染状況を踏まえまして、県民の皆様に以下の通りご報告を申し上げます。まず感染状況についてですが、本県での感染者は昨日1日で新たに10名、そして直近1週間では合計30名が発生しておりまして、過去最多となりました。また入院患者数でありますが、7月の9日は、ゼロだったわけでありますけれども、直近7月9日はゼロでありましたが、現在32名まで、急増をしております。こういう状況を踏まえまして、改めて、申し上げたいと思いますが、本県は、新型コロナウイルス感染症の、第2波を、迎えたと、このように認識をしております。すべての県民の皆様に対しまして、改めて感染防止、あるいは感染拡大防止に対する取り組みの強化をお願いをする次第であります。まず直近の感染傾向におき、感染傾向でありますが、顕著なことは家族内感染、あるいはグループ内感染でありまして、いわゆるご家族、仲間内での感染の拡大であります。県といたしましては、こうした近親者間、あるいは仲間内での感染増加強く懸念をしております。家庭内あるいは仲間内におきましても、ぜひとも油断をせずに感染の防止対策を徹底していただきますようお願いを申し上げます。次に、県内に第2波をもたらしました背景といたしまして、この度発覚したいわゆる夜の街の当該店舗の営業対応につきましては、極めて強い懸念と憤りを感じているところであります。当該店舗は社会全体が感染拡大防止に対して尽力をしている、その最中にありまして、感染防止対策を行っていなかったという状況であります。その結果、従業員あるいはお客様の命を危険にさらしただけではなく、その然るべき顛末といたしまして、県内におきますクラスターの発生をもたらしたわけであります。感染拡大防止をきちんと行わず、また県の基準に基づくガイドラインも作成しないままに3密状態での営業を展開することは、結果として県民全体の命を脅かしかねない極めて危険な迷惑行為である、このように考えます。このようにこれまで休業要請の対象でありながら、現在まで個別解除されていない施設店舗につきましては、休業の上至急感染拡大防止対策を講じていただきますよう強く要請をいたします。県におきましては、新たに明日9時から相談、そういう施設あるいは事業者さん向けに相談窓口を設置いたします。感染拡大防止対策を講じる上で必要となる資機材の調達に関しましては、県におきましても補助制度を用意しておりますので、該当する店舗あるいは施設は至急ご相談をしていただきたいと思います。なお、このような要請にも応じない悪質な業者さん、業者あるいは店舗に対しましては、改めて休業を要請するとともに、店舗名を公表してまいりたいと考えております。さらに、本日県、山梨県といたしましては、すでに個別解除を行っている施設あるいはグリーンゾーン認証を取得していただいている施設に対しましても、感染拡大防止の防止対策の徹底と、失礼、点検と、徹底を、要請して、要請をいたします。次に医療提供体制ですが、感染拡大防止対策を徹底しても、誰もが感染する可能性というものは排除しきれないわけであります。県におきましては、感染が拡大しても、陽性と判明した方が、
きちんと治療を受けられるよう準備を進めております。目標としておりました入院病床250床、宿泊療養施設100部屋につきましては、すでに確保が完了しているところであります。この度県内の入院患者数が30名を超えたことから、病床確保のフェーズを1段階引き上げてフェーズ2を発動し、本日対応可能な病床数を130床まで引き上げるよう措置を行ったところでございます。これからも山梨県におきましては用いる限りの資源と知恵を投入をし、もし新型コロナウイルス感染症にかかってしまっても不安がない山梨を築くために全力を最大限の力を尽くしてまいりたいと考えております。この感染拡大の局面、第2波の局面を乗り越えていくために県内すべての事業者さん、事業者、そして県民の皆様との確固たる連帯を築き上げ、これに向かってまいりたいと思います。本日私から申し上げるべきは以上でございます。それで